はい、ということで、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクなんでございますけれども、どのポジションかっていうことなんですけれども、うん、ははまあ、レッドは僕でしょうね。え？いや、僕ですよ。は？レッド。俺っす。レッドといえば。って言ったらでしょ？はい。レッドって言ったらほら、リーダーとかそういうこと。リーダー。あれ？リーダー僕っす。いや、俺じゃねえの？いや。ちょっと待ってくださいよ、ちょっとちょっとこれおかしなことになってきましたよ。ちょっと決着つけましょうか。わかりました。じゃあ、はい、赤っぽい話します、俺。あ、じゃあお願いします。いいですか？言って、聞きましょう。俺。はい。赤いモビルスーツ乗ってます。マジっすか。ほんとだ。こないだそのプラもあげた。くそ。俺もあります。そうなんだよ。俺、ダバではリーダーとされています。あれ？神谷さんじゃない？やったー！確かにな。レッドゲット！飲みを予約するぐらいしか俺仕事してないね。そんな仕事なんだ、リーダー。はい。そうなんだ。あーくそ！じゃあ、あれですよ。レッドはいいっすけど、ブルーは譲らないっす。え？ブルーも、僕じゃね？俺っす！だってブルーだよ。ブルーって言えば、クールだよ。クールだぜ。クール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 なイメージ？どう？あります。もう言っていいよ。これね、決定的ですよ。うん。ジュエルペットキラデコで、俺ブルー役やってます！絶賛オンエア中！ほら来た、もうだって俺ブルーだもん、だって。役側がブルーなんだもん。マジかよ、それ。世間のイメージもブルーだね。じゃあ俺、カメラさん、どういう、これ。この話しちゃうよ。最近あったブルーな話。なんか、なんだ？SNS サイトで、うん、僕とか小野くんの名前を語って詐欺行為を働いてる奴がいるらしくって。けしからんな。僕のところにファンレターが来て、うん、もうお金がなくなったので、神谷さんにメールが送れなくなりました。本当にすいません。っていう手紙が来て混乱しています。ブルーだね。僕そういうの一切やってないので。はい、僕も同じくやってないです。そういうのやってないので皆さんそういうの嘘ですからね、うん、そういうメールが来ても返信したりとか、うん、変な SNS サイトに登録しないようにしてください、ね、あ、それ絶対やめてくださいね、本当やめてください、うん、っていうブルーの話、うん、趣旨違うけど神谷さんだね、いやー、うん、今のはね重要な情報だったから、うん、うん、いやーくそー、ここにいるでしょうね、いやー、おかしいな、おかしいな、じゃあグリーンはグリーンか、譲れねっす、これこそ僕っす。マジかよ。環境に優しいってことですね。でもグリーン、そうだね。グリーン、環境に優しい感じだね。エコ。じゃあ、行くぜろ行くぜろ行くぜろ、うん、マジで。俺これで押すぜろ、さっきから、なんでこう、ゴングになるとキャラ入んの？いいけど。聞きましょう。エコでしょ？はい。エコ。着なくなった服、履かなくなった靴。はい。人にあげてます。あげてるね。この前も靴。諏訪さんにあげました。エコだわー、はい、あー、でも俺のも聞いてもらえるゼロ？俺のクローズゼロ？あ、何？聞けよ、うん、俺エネループ使ってるぜ。エネループ声優だぜ俺。神谷さん、神谷さんだと思うんです。だってそれ贈賄じゃねえかよ。そんなことない。作家さんに、まあ、エコだよ。ダメだよ。エコだよ。そんなの。エネループ使ってる方がエコだよ。2、3回しか履いてないブーツあげたよ、これ。いや、わかった。じゃあ、これ取っておきだよ。イエロー。あ、オッケー、イエローね。うん。まあ、イエローっつったら、こう、ドジっ子とかいうイメージかな。どうなんだろうな。ドジっ子ですね。よし、やろう。いいぜ。殴り合いだ。オッケー、俺、先週、そして先々週と圧力鍋でカレー作った。おかげでずっとカレー食ってます。やっべえ。エピソードかぶったカレーうまいっすよね。圧力鍋作ると簡単なんだよ。肉すげえ柔らかくなるし。わかります。僕はね、あまりにもうまくて最近グリーンカレーの方に凝っていて。マジかよ。したらそれグリーンじゃねえか。負けたよ。この感じイエロー。あ、この感じイエロー。超ドジっ子だもん。お、ってことは小野さん。出てるー、マジかった。なんだろう、全然意図してないのに。ほんとかよ、くそ。なんか全然勝った気しねえけど、よかった。一個勝てた。じゃあ次ピンク。ラストだよ。ピンク。これ主張するのすげえ難しいよな。これこそ僕です。
これは僕です。ピンクってほら、やっぱり女性的なイメージじゃないですか。そうですよ。あるんですか、そんなところ。いけんですか、それでも。女性の気持ちとかが分からなきゃいけないわけですよ。分かるんですか？本当に？あんたに分かるんか？あ？分かるんか？あ？え？お前らどっちが先行これ。見ろよ、見ろよ、見ろよ。見ろよ、見ろよ。あ、小野くん。すねツルツル。ツルツル。さらに、ちょっと生えてきてる。すね毛が。Me too! トゥルトゥル !You too! トゥルトゥルしかも、本当にトゥルトゥル本当にトゥルトゥルです本当にトゥルトゥルトゥルよ、ロードヘアでスネゲ燃やしました。最近スネゲ燃やすの流行ってる。ちょっと待ってください。僕もノノヘアなんですよね。はい、何すかスネゲがツルツルってことしか、ピンクらしさがないってことですか、僕ら。十分じゃないですか。十分ですかね。つねがツルツルなんすよ。そうっすよね。すげえ大変っす。女の人ってこんな大変なんだって思ってます。うん、わかります、ええ。僕もそうです。本当に。はい、待って、ピンクっぽさ。これどっち？神谷さんかな。よーしこれで一応椅子のキャラクターの配役決まったけど。ちょっと待ってくださいよ。早く決めてたの？あれこれちょっと大変だぞ。早く決まったけど。ちょっと待ってくださいよ。これ、どういうこと？うん。はぁ？え？ちょっとこれ。レッド、ブルー、グリーンが神谷さん、イエローが僕。最後ピンクも。ピンクも僕か。神谷さん？うん。これ、ちょっと、それぞれキャラっぽく名乗ってみる、はい、やりましょう、それ。うん。いいでしょ、いいでしょ。大丈夫かな、これ。3倍速いぜ !DGS レッド僕の名前を語った詐欺はやめてください。DGS ブルー地球と作家に優しく !DGS グリーングリーンカレーおかわり意図してないけどドジ DGS イエロー爪毛を燃やすわ DGS ピンク火薬戦隊 DGS ということで、加藤先生いかがですか？僕たち配役決まりましたけど、二人で戦隊もね、火薬しんどいっすね。